時計には長い針と短い針があって、これで時間がわかるんだよね。それでは早速、時計の勉強してみよう。まずはこちら。長い針と短い針が12の時は何時かわかるかな？正解はね、12時です。じゃあ次、くるくるっと回って、長い針が12、短い針が1。これ何時だ？正解は、じゃん、1時。こんな風に短い針何時かな、長い針はどこかな、で時間がわかるよ。時間とか寝る時間とかお出かけに行く時間とか全部わかるようになるもんね。はなちゃんもいっぱい勉強しようっと。そうだよね。しまじろうももっともっといっぱいお勉強して練習して時計が読めるようになりたいな。最後はクイズに挑戦してみよう。ここがクイズボタンだよ。時計マスタークイズ。針を合わせて何時ボタンを押そう。はい。5時。5時。5時は長い針は12なんだけど、短い針がくる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 。これかな。短い針が5で、長い針が12。これが5時。やったね。イエーイ。8時。あれ、次だって。次の問題も出てきたよ。8時は、長い針は12のままで、8時だから短い針は8。どうかな。次も問題が出てきたぞ。1時だから短い針がぐる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 1、長い針は12。うん、きっとこれだね。正解。イエーイ。時計の読み方はバッチリだね。やったー。みんなもぜひ時計マスターと一緒に時計の練習していってみてね。バイバーイ。